グスタフ・ザムエル・レオポルトは、プファルツクレーコー、プファルツツバイブリュッケンコー、アドルフ・ヨハン1世とエリーザベト・ブラーへの抜し、アドルフ・ヨハン2世の弟、スウェーデンをカール10世の甥い、カール11世の重帝にあたる。1689年に、兄が、このないまま没したため、プファルツクレーコーを相続した。また、大北方戦争を戦っていたジュオイの、 スウェーデン王権、ツバイブリュッケン公、カール12世が1718年に戦死、ツバイブリュッケン公も継いだ。1731年、グスタフザムエル・レオポルトの死によって、プファルツ・クレーケは断絶、プファルツ・ビルケンフェルト家のクリスティアン3世が、ツバイブリュッケン公を相続した。1707年に、同族のプファルツ・フェルデンツ公レオポルト・ルート・ビヒの娘、ドロテアと、 結婚、1723年に、ルイーゼドロテアフォン・ホフマンと再婚したが、どちらの結婚からも子供は得られなかった。ありがとうございます。